武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は早稲田大学社会科学部の2017年の政治経済の勉強について話していきたいと思います。政治経済ですが、配点が40点で時間が60分、大問が4題出題されております。で、問題の構成としては、マークシートですね、すべてで、正誤問題や、選択問題、となっていますが、特徴としてはその一つのテーマに対して紛らわしい用語などを結構細かく突っ込んでくる問題が多い形ですね。なので、なんとなく知ってるってだけの言葉だと、結構そのあれこれどっちだっけとか、これとこれの区別ついてるみたいなところを突っ込まれると結構辛いかなというところがあるので、まずその紛らわしいもののちゃんとした整理ですね。その言葉って何のことを意味してんの、これってこっちとどう違うのとかっていうことがしっかり区別ついてるというのが大事になります。またその時事と絡めた基本知識の確認のテーマ、とかが、結構出てくることが多いので、時事内容の押さえていうことは前提としてあるんですが、その時事内容を押さえた時に、関連テーマをその政治経済の参考書などに戻って、基礎の事項とちゃんと結びつけて、時事は時事でぶつ切りで終わらせるんじゃなくて、時事と政治経済の通常の勉強を絡めて、まとめておくという練習を、心がけて、おいた方がいいとは思います。なので、時事だけでは出ないということですね。時事と絡めて、政治経済の通常の範囲が出されてくるというふうに意識をしておいた方がいいでしょう。で、正誤問題、なども全体的に結構やはりややこしい、ところ、がありまして、で、結構そのなんというか、意識的に自分から興味持って取り組まないと知らないよみたいなことが出てきたりはしますので、資料集だったりとか、あと本当にインターネットなどでそのなんか興味あったらそのテーマについて少し調べてみるみたいな習慣をつけておくでもいいとは思うんですが、この興味っていう部分というか、踏み込むっていうところですね、の意識がどれだけあるかってことは大事なので、もちろん前提というのは基礎知識を得れるのは、もちろんなんですが、それに合わせて、できる限り、興味を持って踏み込むという意識を持ってですね、学習するように心がけてください。以上が政治経済の勉強となります。